急激にこう革新、なんて言うんだろう、もう革命的に物事を変える、自分を変えるっていうのって結構難しいじゃないですか。例えばいつも朝、例えば10時起きの人が急に明日から6時起きにしようって思ったところで結構難しいじゃないですか。あらゆしありがとう。あと例えばね、運動を全くしてない人がいきなり運動しようと思っても結構難しかったりね、あの一日中こうジムに通ってっていうのもね無理だと思うので、まあそういったところで要はいきなりこう大きく変えるのではなくて改善をすることが大事っていうふうに言われてるんですね。で今日一応お話しする内容をさらっと先に言っておきますか。あらゆありがとう。ちょっと返信し、よし、いつもの通り返信します。先にお話しとくと、じゃあどうすれば、実は脳のあるところを理解していけば自分は変わるって言われたんですね。はい、ありがとう。で、どういうふうに脳を持っていけば変わるのかっていうところとか、あとはそうですね、まあ、早起きのコツとか、あと皆さんが何かやりたいことを実際に考えてもらって、でそれについて明日からちょっとでも習慣になるようなアドバイスを今日はしようかなと思います。どういうふうに順番にやっていくかっていうところですね、どうすればいいか。あとはやめたい習慣とかもですね、こういう習慣はやりたい習慣はもちろん大事なんですけど、やめたい習慣をどういうふうにしていけばやめられるかについてだったりとか、あとは自分のそのモチベーションを上げるためにどうすればいいかっていうところをですね、ちょっと具体的なやり方を皆さんと一緒にやっていけたらいいかなと思います。はい、そんな感じで進めていこうと思います。でまずですね、革新ではなくて改善が大事だということで、いやこれ結構 YouTube に上げてもいい内容だな今思ったけど、まあいっかまあいいや、革新ではなくて改善が大事で、3つの脳を理解すれば自分が変わるっていうふうに言われてるんですけど、まず1つ目の脳が、大脳辺縁系っていうところで感情とか恐怖を司るところなんですね。で2つ目も大脳神秘質っていう、でこれは同じ大脳なんですけど、さっきの感情とか恐怖司るところと比べると真逆で理性を司るところなんですね。で3つ目が大脳基底核という、基本の基に底辺の底に核実験とかの核っていう感じなんですけど、そこでは呼吸とか体温調節をするところなんですよ。要はこの3つの脳でも3つに分かれてる、そこの部分をこう理解してあげることで自分が変わるんですよ、まあ、つまり感情と理性、そして呼吸とか体温調節、自然にしていること、その辺が変わると、まあ、確かに変わりますよね、普通に考えて、まあ、つまりその全部大脳が関連してるんですよ、習慣って。だから自分の意志が弱いから習慣にならないとか、自分の意志が弱いからまたこれしてしまったとかっていうわけではなくて、ちゃんと脳の仕組みを理解すればその辺はある程度はクリアできるよっていうことなんですね。なのですごくね必見かなと思います、その辺は。でまず大きな変化、やっぱりさっき言ったみたいに革命的な感じですっごい大きなことをするのって大変って言ったじゃないですか。でなんで大変だと思いますか。なんで大きな変化って私たちできないんだろうっていう。で実はそれは自分の気持ちが弱いからとかではなくて、今言った通りその、脳のですね辺縁系という感情とか、あと恐怖をね、さっき1番目に言った司るところ、そこがですね怖がるんですよ。大きな変化をするとそこの大脳の底の部分が怖がってしまうんですよ、自然と。なので大きな変化っていうのはできないんですね。じゃあどうすればいいかって言ったら、じゃあ小さくしていけばいいんですよ。だから自分の脳を騙しながら、もう小さくちょっとずつちょっとずつでこう騙し騙しでいいからやっていく、まあ、要はイメージ的にはペットボトル、
あ、目薬でもいいけど、ペットボトルとか目薬、ここなんかここ大きなさものは入らないじゃないですか。本当にちょつるちょつるとここのここをさ溜めていってここに行き着くわけじゃないですか。っていうところとイメージ、そういうところをイメージしてもらうと分かりやすいかなと思うんですけど、なのでもう本当にちょっとずつその脳を騙しながら小さな改善をしていきながら、それが大きくなっていきますよっていうことなんですね。だから早起きしたい人はどうすればいいかというと、いきなり例えばさっき言ったみたいに何時間早く起きようとかではなくて、5分ぐらいずつこうちょっと早くしていくっていうやり方が一番早起きできるっていう風に言われてるんですね。だから、まあ、今例えば7時に起きてる人が5時起きって結構難しいと思うんだけど、じゃあまず明日は6時55分に起きようだったらまだできる気がしません？私は割と筋トレとかそういう感じですね。今日10回やったら明日はいきなりこうね20回30回じゃなくて、じゃあ明日は12回とか15回とかせめてっていう感じで、本当にちょっとずつちょっとずつこう増やしていくといつの間にかっていう形になりましたね。重りとかもそうですよね。筋トレのそのジムとかのマシンとかでも、もうちょっとずつちょっとずつこう一個ずつ上げていくじゃないですか。いきなりドカーンといかないじゃないですかっていうところですよね。だから例えば本とかでも、まあ極端な話、1日1ページ本を読むとかっていう風にすると、結構習慣に本、書く字がね嫌いな人でもそういう風にやると読めたりとかすると思うんですね。でそういう小さい改良っていうのが将来後々大きくなっていきますよっていうことなんですよ。要はそれが習慣化になるし、そのなんだろう、ちょっとしたこと、必ず逆で考えてみると大きな変化とか大きなことっていうのは必ずちっちゃい改良があってからこそ変わっていくものだと思うんですね。なのでね、まずは小さな変化とかちっちゃいことをやっていくのが大事かなと思うんですけど、でまずですね、じゃあ小さいことどのようにしていくかについて、どういうふうにじゃあ具体的に小さなことをやっていけばいいのかなって思う人が多いと思うので、そのやり方をちょっとぜひ皆さんも今一緒に、まあ、ノートに書いてたりとかしてもいいし、ここでコメントしてもいいし、まあ、自分でひっそり思っててもいいんですけど、まずね、やりたいことを書くといいんですよ。でそのやりたいことなんだけど、ここがちょっと重要ポイントで、1分ぐらいでできることを書くとよくて、例えばそうですね、まあ英語をやりたい、英会話をやりたいって言った時にいきなりこう英語教室に通おうとか、英語のこの本読もうとかじゃなくて、まあ1分ぐらいでできること、つまりじゃあ単語1ページぐらいやろうかなとか、そういうことをちょっとこう小さく書き出してみるっていうのが大事で、でその大きな夢がね、大きな目標、あ、よちゃんいらっしゃい、大きな目標とか大きな夢だと逆にシャットアウトされてしまって、闘争反応が出てしまって脳がこう止めてしまうんですよね。なのでなるべくこうちっちゃいことからやってあげるっていうのがすごく大事で、まずじゃあその大きな夢を持つのはいいんですけど、どういうふうにして小さくしていくかっていうところで、まあ最初の一歩を考えるといいんですね。小さいレベルの質問をしてみる。例えばなんだろう、いきなりね、英語がペラペラになりたいっていう夢があったとしますよね。でもいきなりそれをやるのって難しいんだけど、じゃあどういう風にしていけばいいのか、まず最初は何からすればいいのか、ひろいにありがとうっていうところを考えた時に、なんだろうな、まずじゃあ例えばさっき言ったみたいに英単語何ページやるとか、オンラインレッスンをまず25分受けてみるとか、まあ、そういうところでいいんですよね。でなかなかそこも、その質問をなかなかこう考えれないようなことがあったら、なんかありますか皆さん。例えば決してもしそれが失敗しないとしたら何をしたいっていう風に考えてみると、意外とそこからダウンサイジングしていけばね、出たりとかしますね。なのでまあ最初の一歩、なんか最初の一歩踏み出せない人って失敗が怖いと思うんですよ。失敗を恐れているというか、まあ、じゅん Thank you。 そうほら、ありがとうございます。ぜひ皆さんフォローしてってくださいね。最近フォロー少ないから、ついにありがとう。はい、最初の一歩、まず失敗しないとしたら、でもそれはすごく大事で、なんか夢とかやりたいことがないっていう人多いと思うんだけど、もしこの世の中で本当にアラジンのジーニーみたいにこう願いが何でも叶うとしたら、何が欲しいですかって言ったら、みんな絶対何かしろお願いしたいことはあるじゃないですか。なんだろう、
お金が欲しいとか可愛くなりたいとか健康でいたいとかどこどこ行きたいとか何でもいいと思うんですけど、それをですね、実際じゃあ現実世界になぜやらないかって言ったら、ゆきにありがとう、やっぱりそのいやでもそれは難しいんじゃないかとかリスクとか失敗したらどうしようとかっていうのを考えてしまうからできないと思うんですよ。だからその大きなものをちっちゃい細分化して、その今できること、今そのために何ができるかを考えてみることで、初めのまず一歩が踏み出せるかなと思います。で次にですね、イメトレするのが結構よくて、よく引き寄せの法則とかでもね、よく言われてますけど、まあ成功した時っていうのを思い浮かべるんですよ。でそれもですね、普通にただ単にこう考えたらそれが願いが叶うとかっていうわけではなくて、まあシークレットとかもそういう引き寄せ的なところはあるんですけど、具体的に言うとその成功したところっていうのを五感を含めたストーリー化するといいんですね。五感、味覚、触覚、匂いとか視覚、聴覚とかその辺を全部こうイメージしてみる。でしかも大体の人がイメトレって聞くと、もう成功したところしか想像しなかったりすると思うんですよ。でも実はですね、その挫折とか困難を入れたイメトレをした方が成功する確率がぐんと上がるっていう風に言われてて、なので、まあ、必ずこううまくいかないことが世の中多いと思うんですけど、例えばね、まあ、ハリウッドで私も女優になるっていう風に思った時は、まあ、それに対してただスムーズにねポンポンとこううまいこと言ってっていうよりかは、例えばオーディション行って英語がなかなか話せなくて落とされて、それでも何度か受けていったらちゃんと役がつかめたみたいな、そういうような挫折とか困難を得たストーリーを考えてみるっていうところですね。うわ、興味深そうなんじゃん。そう、すごい役に立つ放送してます。ゆうちゃんにありがとう。そうなんですよ。であとはね、そういったイメトレするときに台本を作ってみてもいいんですよ。自分の中でなんかの物語の主人公になったと思ってでもいいので、ちょっとそのなんだろう、スムーズなイメトレじゃなくて、ちょっと例えばさ、スポーツとかでもよく試合とかの前にイメトレするといいって言われると思うんですけど、例えばサッカーだったらサッカーでなんとか明日はこうボールがあって、ボールのそこをパスを受けて、そこでシュートを決めれて、やった、点が決まった、チームが勝ったっていうイメトレをただ単にするよりかは、いやちょっと今日はそこは風が吹いていて結構肌寒いんだけど、動いていくうちにちょっと暖かくなって、なんか芝生の香りがしてみたいな感じで、ちょっといろんな五感を交えてイメトレをしていって、でしかもちょっと初めはちょっとパスをしくじってしまって、敵に取られてしまって1点先にマイナスになってしまった、でもそこでなんとか自分がいいアシストができて、それで点数につながってチームが勝ったみたいなね、そんな感じでもう想像力豊かに、まあ、皆さん得意だと思うんですけど、イメトレするといいっていうね。すごいね、全国大会いいね、1回戦から超強い。そうなんだ、ぜひね今のイメトレやってみてください、使ってみてください。まあ一応これはですね、習慣にするためのイメトレではあったんですけど、でもまあただ単にこうただ単に普通にイメージするよりももっと具体的になるし、まあ、ちょっとスポーツのイメトレとまたちょっと違うかもしれないんだけど、挫折しにくくなるんですよね。例えば楽勝じゃなくて不正解、そう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 、例えばもしそういうイメージしておくと、例えばね、もしね逆にスムーズに勝ったイメトレをするじゃないですか。で実際試合になりました、で相手に先制で負けて、ちょっと負けてる時になったとするじゃん、先に点取られました、そしたらイメージと違うって言って、もうそこでこうやる気がダウンしちゃうじゃないですか。でももし相手にさこう負けてたとしても、そこもちゃんとイメトレしてたら、よし想定内だ、ここから盛り返すんだ俺みたいな感じですね。センタローチャレンジしてる時で、そう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 だね、順位にありがとう、相手いいにありがとう、いいにありがとう、名前読めないな、そうなので、まあ、これ一応今回は習慣化ってところで見ると特に本当にそうで、やっぱ長いこと続けなきゃいけない習慣の時って、例えば英語の勉強を30分一日しようと思った時に、スポーツ選手ではないですよ、 YouTube やってます、永瀬ありさでやってます。で、まあ、今ちょうど YouTube の話が出てきたから YouTube にしようか。 YouTube も例えばさ、まあ、ずっと、まあ、1年ぐらいは本気でやってるんですけど、毎日出してる動画やっていく中で、スムーズにいって、スムーズにこうね進んでるよっていうところをこう想像してしまった
なかなかね続かないと思うんですよ。でもこうこうこうでこうやってしくじっていろいろ大変で、チャンネル登録者集めるためにいろいろ努力して、それでこうやってクリアしていくものだっていうのが初めから分かってると、心構えがもう違うじゃないですか。だから挫折に強くなるっていうところを一番こうポイントですね今日は。そしたらレンギアのありがとう、はい、なので、秋田にありがとう。そういう風に挫折とかちょっと失敗してるところも含めたイメトレをすることによって、実際の生活での挫折にも強くなりますよねっていうところなんですね。なのでこれはまあ皆さん、まあ、YouTube やってないと思うんだけど、まあ、スポーツなり自分の習慣なりに生かしていってもらえればと思います。で、あとは3つ目のやり方が、できなかったことを小さくするっていうやり方もありまして、例えば、まあ、ダイエットしようってなった時に、結構多くの人がじゃあまず炭酸化物を抜こうみたいな、炭酸化物抜きダイエットをやろうって思うとするじゃないですか。でもちょっと失敗して結局ご飯食べちゃうし、お菓子食べちゃうし、ダメだなってなっちゃって挫折する人多いと思うんですけど、じゃあもしそれで失敗した過去があったとしますよね、炭酸化物抜くの。じゃあそれを小さくしていくんですよ。炭酸化物ちょっとできなかった、じゃあポテチだけ抜いてみようとかっていう感じで、ちょっと小さくワンランク下げてあげるハードルを、そうしていくとこうだんだんね、なんだろう、クリアしやすくなっていくので、まあ、チョコとかでも例えば最初の一口だけ食べてちょっともったいないけどあと捨てるとか、まあ、ちょっとそれはもったいないですけど残しておくとか、まあそんな感じで、なんかご飯のダイエットも誰か芸能人とかあれですよね、よく本当にちょっとしか、レオちゃんが来た、ナナミレオちゃん来たよ。自分の人生を変えるためにどういう風に習慣を作っていくかっていうところのお話なんですね。でもまあちょっと今日そんなに長くない、もうすぐ終わっちゃうんだけど。であとはですね、小さなご褒美で内発的欲求を満たすっていうやり方があって、うどちゃんいいね、ありがとう。例えば結構そのなんだろうな、物よりも感情が結構良くて、ご褒美にするのは得られるその達成感とかいいんですよ。だから例えばよくなんだろう、テストでいい点取ったらおもちゃあげるとかあるじゃん、こちら先生、あ、そうなんだ、いってらっしゃい、頑張って、すごいね、夜ね、そっかそっか、ありがとう。そうで、まあ物より感情ってことで、そのなんだろうな、得られる達成感とかそういったものをご褒美にした方がいいですよっていう。でその喜びとかっていうのも言葉にして残しておく、こうこうこうで嬉しかった、こういう気持ちになって嬉しかったとかね、すごい気持ちね、ありがとうっていうかことなので、例えばこうね、ちょっと美味しいもの食べようとか、なんかちょっと高いもの手に入れようとかね、ブランドバッグじゃご褒美でちょっと買っちゃおうとかっていうよりかは、感情をご褒美にしてあげた方が、確かに。でも本当に好きなことやってる時って、なんだろう、みんなも例えばテストとかもそうだけど、100点取れたら普通に嬉しいと思うんですよ。だからなんかこう物買ってくれるから100点取って嬉しいとかっていうよりかは、100点取れたところに自分で嬉しいって感じることが大事なんじゃないかなと思います。私はそういう感じで、特に別にそのご褒美とかもなくて、ただ単に自分がテストで100点取りたいから勉強するっていう感じでしたね、ずっと。仕事もそうだと思うし、仕事でこれ決めたらなんかどっか行くぞとかっていう仕事はあんましないですね。それよりかはなんかそれをやること自体にすごく達成感を覚えて、要は感情的なものをご褒美にしてることが多いかなと思いますね。でそれの気持ちの部分っていうのはちゃんとこう味しめとくとかいいかなと思いますね。であとその成功者と失敗者の違いっていうのは本当にすごく小さなことなんですよ。よくあるじゃん本とかで、この間もちょっとやったけど、この年収何千万の人と何百万の人との違いとかでさ、本当にちょっとしたことなんですよ。物の見方がちょっと違ったりとか、ちょっと違う習慣してたりとか、ちょっと小さいことをしてたりとか、だから明らかに何かがすごく違うよっていうことってあんまり実はなくてですね、本当にやっぱ小さいこと、瞬間瞬間がすごく大事なので、なのでだからこそこうちっちゃい習慣っていうのの積み重ねもすごく大きな差を開いていくと思うし、まあ原因になっているその感情とかもね、よく分析してみるといいんじゃないかなと思います。じゃあそんな中でですね、今日は最後にですね、まあ明日からできるような、まあ今日からできるそのちょっとした習慣についてお伝えして、でちょっとまだ時間があるので名言集とかやっていこうかなと思うんですけれども、はい、まずですね、
朝起きたらですね、一つ目もう今日からできるちょっとした自分を変えるためのポイントを今から3つ最後にお伝えしますと、まず一つ目のポイントが、朝起きたら1分でできることをするんですよ。例えばなんだろうな、Siri が認識してくれるまで英語を話してみるとかね、そういうことでいいんですよ。朝起きたらまず、私はね、軽くね、やっぱメールのチェックするとか、あとは動画の編集一個こう仕上げていくとかね、そう、もうベッドの中でこうやってとりあえず、特に最近寒いからさ、こう布団から出たくないと思うんですけど、でも目が覚めてる、だからそんな時にもうその時間を有効活用しちゃうっていうね。でとりあえずまあ1分で何かできること、別に起きてベッドから上がってもいいんですよ。そう、ルーティーン習慣にするっていう、顔洗った後とかでもいいんだけど、何かこう1分でできること、ちょっと英単語こう見るとか、その小さな習慣、1分でできることってすごい非常に小さいと思うんだけど、それの積み重ねがすごく大事になってくるし、なんだろう、それができることで、あ、自分ってできるんだっていう風にちゃんと認識できるので、いいな、ありがとう、いいと思います。まあ、ということで、まず朝起きたら1分でできること何かしてみてください。で、2つ目のポイントは、昨日よりも5分早めに寝るです。まあいつもね、やっぱりこうできればやっぱり早寝早起きの方がいいと思うんですよ。まあ人によっては夜行性の人とかもいるとは思うんですけれども、で、まあちょっとでもこう朝ね、スタバドリップ入れるとしまるね、あー、なるほどね、確かにコーヒーもいいと思うけどね、そう、コーヒーが出てくる間の1分でなんかするとかね、ちょっとスクワット30回やるとか、そういったことでもいいと思います。で、その2つ目のポイントが、5分ちょっと早めに寝るっていう、たった5分なんですけど、ちょっと早めにこう寝ようとするだけで徐々にそれがそう変わってくことになると思うので、まあちょっと早く寝てみようと。やっぱ英単語2つ、そうだね、そう、間違いなく覚えれると思います。で、そのね、英単語2つがさ、例えばね、1週間だったら14個になるし、それが30日だったらすごいですね、 14×4×4×16×50 個ぐらい覚えれちゃうことになるんで、結構大きいと思いますね、本当に。意外とそうすると多分時間の、そうそうそう、考え方も変わってくると思うんですよ。例えば、まあ、いつも多分もう見てく、私のこのチャンネルっていうか放送見てくれてる人は十分分かってると思うんですけど、その例えばこのドキドキの30分っていうのの、その時間がいかに貴重なのかっていうのが分かってくるようになると思うんですよね。だからその1分で意外とできること、そうすると多分ちょっと、じゃあなんか、じゃあちょっと5分だけちょっと遊ぼっかなとかってなった時に、いや、この5分であれが5回もできるんだって思っちゃったら、なんかね、自分をこうコントロールできるようになると思うんですよね。で、じゃあ3つ目のね、すぐできるポイントっていうのが、悪い習慣をメモすること。そう、例えばその悪い習慣、まあそんなにね、ないかなと思うんだけど、なみにありがとう、なんかありますか、皆さん、悪い習慣、やめたい習慣、お酒とかタバコとか、なんだろう、お菓子とか、お菓子はちょっと私もあったな、あとはどうなんだろう、まあちょっと悪い習慣、運動したいとかは逆に身につけたい習慣になるから、やめたい習慣ですね、すぐベッドに出す、なるほどね、なるほどなるほど。で、その悪い習慣があるときに、それをね、メモするといいんですよ。あ、確かに確かに、そう、そういうこと、あ、なるほどね、確かに。で、あ、もういらっしゃい、ちょうど悪い習慣のね、ことについて向き合い方なんですけど、その習慣をメモするんですよ。で、今言ってもらったその、まあ、ベッドにダイブしたりとかスマホいじっちゃうっていう時に大事なのが、まあ、マヤが今学校から帰ってきてっていう風に入れてくれてるんですけど、それが大事なんですよ。時間と場所が結構大事で、時間と場所もメモしていくんですよ。例えばどういう時、そしてどういう時間帯でその悪い習慣をやってしまうのかっていうの観察するんですよ。まずそれこそマインドフルネス、気づきじゃないですけど、自分自身のその悪い習慣を客観的にちょっと見つめ直してみる。ただ単にやめようやめようと思ってもやめれないじゃないですか。だからそれが重要ですね。で、続いて、まあ例えばですね、そう、悪い習慣をやめるときに、例えば、なんだろうな。で、その間の時間に別のものを入れるんですよ。どういう時にそういうことをしたいかってわかるじゃん。
帰ってきた時やらなきゃいけないことがあるけどね。あ、なるほどなるほどね。じゃあそういう時にもう多分ある程度こう、まあ今自分でももう分かってると思うんだけど、よりこうどういうタイミングでその悪い習慣をやってしまうかが分かったら、じゃあその時間そのタイミングになった時にちょっと違うことをするんですよ。違う習慣を入れてみるというか、いいな、ありがとう、野球大好き、これだらだら、あ、なるほどね、確かに、ちなみにありがとう。私はね、夕ご飯食べた後にそう、だから、テレビつけてます、そうです、あ、なるほどね、テレビいかんよね、本当に。私もご飯食べながらテレビ見るんですよ。大体食べ終わっちゃうんですよ、見てる間に。食べ終わったらそのままテレビ見たいから、ちょっと横になってそのドラマが終わるまでは見ようと思って1話で見ちゃいます。そのままベッドでダラダラして、あ、眠い眠い眠いって感じで今日1時間寝ちゃってたんですよね、っていうことなんですけどまあ別にそれはまあいいかなと思ってあれなんだけど、例えばその時間にちょっと違うことをやってみる。例えば瞑想を1分やって5分昼寝してみるとかでもいいと思うし、まあ本を買ったら帰るまでに目次だけをまず読むようにするとかね、ちょっとその他の習慣をつけるようにする。で、前ね、多分 YouTube の動画でも出したんですけど、例えばタバコやめたい人がそのまま禁煙しようとすると結構辛いと思うんですよ。で、その代わりのものを何かこう与えるといいっていうんですけど、例えばダイエットするときにも、私の場合結構前は夕ご飯後にお菓子を食べちゃうんですよ。何かしらこうお腹いっぱいでも食べちゃうんですよ。だからどうせ食べちゃうんだったらそれをやめるっていうのは結構難しいんだけど、じゃあまずはその食べるお菓子を野菜チップスにしてみようとか、そこから、だからなんだろう、まあみんなで言ったらどうなんですかね、ちょっとダラダラスマホとか布団にダイブしちゃったりとかするところを、なんだろう、床にダイブするみたいななんかちょっとこう違うことにこう変えてみるっていう、違う何かこう習慣に変えていくっていうやり方でやっていくことでやめれるようになったりしますね。意外といきなりこうやめようと思うと結構きついんだよね。私の YouTube のチャンネル登録はやめないでください。ということで、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。 Subscribe please.